李子祖は中華民国の政治家、教育者、生物学者、ジャーナリスト。李子祖は字で名の行く英でも知られる。筆名は新民、新、石像などがある。父は新末の政治家、学者である李広志も。はじめは旧学を学んでいたが、1902年、デツカイ報国大臣に就任した孫邦に追従してフランスに赴く。 まず農業学校で学び、卒業後にルイパスツール大学とパリ大学で生物学を専攻した。この時、ジャンバティスト・ラマルクの進化論とピョートル・クロポトキンの相互扶助論に傾倒している。1906年、リーシソは、ジョー・シズエラと共に世界社を結成し、週刊誌新世紀を観光して、無政府主義の宣伝に努めた。また、同年8月に、 蝶の紹介で中国同盟会に加入している。1909年、パリで豆腐の会社を設立し、素職も提唱した。1911年に帰国し、幸福生らと天津で、軽心同盟会を組織し、機関紙、民意法を刊行した。中華民国成立後の1912年には、ご高志必殺、蔡玄梅らと共に、新徳会を、さらに、東商議、 総教人らと社会改良会を結成している。また、北京で止め法、見学会と止め法予備学校を組織し、フランス留学のためのインフラ整備に尽力した。その一方で、遠征外の革命派弾圧に反感を覚え、一時は暗殺団を組織するなどしたとされる。翌年、第二革命が失敗すると、再び欧州へ留学している。1914年、 リーシソは、蔡現場イラとフランスで、止め法制難易次会を、翌1915年には、近郊見学会、花法教育会を結成し、本格的に、近郊見学運動を開始した。1916年、雑誌、旅を,を創刊している。翌年12月に帰国し、国立北京大学の招聘を受けて、生物学と社会学の教授を務めた。 1919年には中国側で留め放貢献学会を組織し、翌1920年に北京で私立中方大学を創設して当事長となっている。同年中には再びフランスへ赴き、小高市久しらトリオン中方大学を創設し、1923年にはリガ理事長健康長代理を務めた。1924年1月、理意祖は 中国国民党第一期中央観察委員に選出され、以後第6期まで連続してこの地位に選ばれた。同年11月、対ロシア公司賠償委員会中国委員代理を務める。翌年、国民党中央政治委員会委員に任命された。孫文氏後、党内でのりは、反共を派の立場を取ったが、西山会議派には組みしていない。1926年、 団気遂による学生デモ弾圧事件が発生すると弾からデモ首謀者の一人として指名手配を受けてしまう。そのため南下して国民政府に合流し教育行政委員会委員などを務めた。1928年に北伐が完了するとリーシソは国立北平大学と国立北平市販大学で校長に任ぜられた。同年10月には 古旧博物院参事となる。翌年、国民政府で建設委員会委員と大学委員会委員に任せられ、さらに国立北平研究院が成立すると委員長となった。1930年に中原大戦が勃発すると、理は長学寮の下に赴むいて、小解析に味方するよう説得し、これに成功している。1931年、李一祖は、 北平大学校長の職を退くが、同年に、北平文化指導委員会副委員長、国民党中央政治会議員に任命された。満州事変勃発後の国民政府各派による大同団結に際し、李は各派の圧線に奔走している。1934年1月、建設委員会常務委員に昇進した。日中戦争が勃発すると、 リーシソはそれまでに蓄積した対外人脈を活かして欧米や香港を歴訪し国民政府の正当性を高めるための外交に尽力している。戦後の1946年12月にリーシソは国立北平研究委院員院長に再び任命された。1948年相当不姿勢に任ぜられる。国境内戦末期にスイスへ去り。 1950年にはウルグアイに移住した。1953年、台湾に移り、国民党第7期中央評議員に選出されている。1973年9月30日、台北市にて病没。去年93。ありがとうございます。